現在の道玄坂の様子ですが、人で埋まっています。午後6時半に駅前の一部の道路を封鎖して歩行者に開放しました。外国人にも分かるように英語が堪能の機動隊員を配置したり、 DJ ポリスが出動したりしているということですが、左の方に向けていきますと DJ ポリスいました。ご苦労様です。皆さんが楽しめるウィンウィンのハロウィンになるようにと呼びかけているかどうかは分かりませんが、皆さんご無事で。